はい。では皆さん、こんにちは。はい。今日はですね、私がよくこう、頭から水入れするっていうじゃないですか。で、それは一体何を使って、どのようにやっているのかっていうのをお話しさせていただきます。で、オールインローション、B1 オールインローションっていうものを、そもそもこれを使って頭の中に入れているんですね。はい。頭からもうかけてるんですよ。で、このオールインローションとは、そもそも何なのかっていうお話から、まず始めていきます。はい。で、これ簡単に言うとですね、一つ目が、全身の毛穴の掃除と水分補給になります。はい。全身のね、毛穴の汚れを、あと頭皮ですね。頭皮の汚れを吸着して、で、落としながら水分を補給してくれる。体内の水分と酸素をね、補給してくれる効果があります。で、二つ目が、はい。これね、私の一番の何のためにやってるかのメインなんですけど、チャクラの詰まりを取るっていうところなんですね。チャクラを掃除してくれるんですよ。頭頂部からこうやって入れることによって、不思議なんですけど、これが、詰まりが取れてくると、この仙骨、お尻のところにまで、こう、響いてくるようにな、お水が入ってくるようになって、で、これが、どん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 、この自分の詰まりをね、取ってくれるから、自分自身の中にある、こう、螺旋を描くね、このエネルギーがあるんですよ。で、このエネルギーが通りやすくなるんです。はい。で、もう、この三つ目が、オーラの浄化。これ皆さんね、見えてないけど、こうやって周りにオーラがあるじゃないですか。で、このオーラっていうのは、まあ、もちろん、こう、大きい方がいいですけど、大きさにもバランスがあるんですよ。このオーラが厚い部分とか薄い部分もあるし、あとは色ですね。もやがかかっている人もいれば、すっごいピカーンって明るい人もいるんですね。で、そのオーラの色も、形も、整えてくれますよっていう、効果があります。で、これ、じゃあ成分は何でできているのっていうと、これは、浸透のいいですね。B1 水っていう、お水をベースにして、生体融合型の光触媒のトリニティ Z がね、配合されています。という感じで、簡単な説明ですがね、もうここからは使い方を説明していきます。はい。で、これ見てる方も、一緒にやっていただけたらいいなと思います。で、このオールインローションにですね、これを、こういう容器に移してあげて、で、そこから、まずこれ振ってくださいね。で、これを100ミリ、最低でも100ミリ用意していただくといいです。で、これを振ってから、こう自分の、こう、真上に行って、パッカーンって分けます。はい。で、この一番上のところからですね、入れていきます。はい。チュー。と、入れていってあげます。で、これ髪の毛につくとですね、ビローンって垂れてきちゃうんですよ。なので、こう、真ん中開けてあげて、必ずこう、入れてあげるような感じで。こう、今垂れてきちゃった。そう。で、やってあげてください。ちょっとね、今日髪巻いてるから余計なんだよね。こうなんか私は結構感覚でやっちゃうので、これでどん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 入れてってあげます。はい。一緒にやってくださいね。毛先もつけちゃいますよ。ここね、頭皮にね。
こうやってってあげると。で、こうやってね、やってるとね、なんかこうやってパソコンとかいじってる人とかは、本当にね、熱くなってくるんですよ。頭が。頭に熱持ってるのが、本当抜けてくる感覚とかもあって。こう、ぎゅーっと。いう感じで、やります。ちょっと入れて、ちょっと入れてっていう風にやるとやりやすいかも。はい、また真ん中分けて、真ん中からこう。入れてってあげてください。もうこれで最後かな。うん。ちょうどなんか私は今日たまたまここに120ミリ入ってたので、これを使ってたんですけど。いっぺんにやろうとしないで、こう何回も何回も分けてやってあげてください。このままおでこにつけちゃってもいいし。これで終わりました。はい。こういう脇とかもね、こうやってこう、ビューってかけてあげても全然いいんですけど、こんな感じで馴染ませてあげたら、手ぐしでまず先に、毛先まで馴染むようにやってあげるといいです。うん、毛先も水分、欲してると思うので、このまんま、お鼻にぶつかっちゃってごめん。はい。っていう感じで、やってあげてください。で、このまんま、10分ぐらいね、置いてあげて、から、シャンプーをしていくものになるんですけど、私はこの後にですね、シリカっていうのを使ってから、シャンプーをするんですね。うん。なので、また次の動画でシリカの説明をしていこうかと思います。はい。ということで、この動画が参考になれば嬉しいです。ありがとうございました。